お疲れ様ですすっかり暑くなりまして私も夏のジンベエスタイルになりました、まあ、このね青いジンベエはねすごく涼しく着ることができて好きなんですけどもまあでも6月の半ばからねこのぐらいの暑さになると7月8月が思いやられるなと思うばかりでございます、まあ、先日小野達さんのね誕生日があって54歳になったんですけどもカウントダウンですね年金の支給まで あと10年という感じになると思いますけどもいや私もね年金のことがちらついてきましたよ本来年金っていうのはまあ思わずね長生きしてしまった場合とてもその時期まで仕事ができない収入がないもしくは貯金がないというねそういった方に備えて生活できるまあある程度の水準のお金を毎月お支払いしますよという。 まあそんなね、長生き保険だったわけなんですけども、ここに来てね、なんかその前提が壊れて、年金っていうのは生活全てを面倒見るものではありませんと。ね。年金に加えて貯金を使ってください。もしくは何年かしかの仕事をしましょうみたいなね。まあそんな形に変わってきましたね。なんかね、その、元々年金っていうのは老後を支えるものであったはずなんですよ。そしてそういう時期があったんですよ。でもここに来て、 年金だけでは足りないから、その他に2000万円ほどね、持っておきましょうみたいな、老後2000万円問題というのが起きました。しかし、昨今の物価高とこれからの展望で、年金はですね、2000万円足しただけじゃ十分な暮らしを送れないので、4000万円持っておきましょうっていうのに、ね、ポンと倍になったわけですよ。冗談じゃないですよね。いや、あの、こ50代からね、 60代の半ばまでで2000万の貯金が新たにできますかほとんどの人不可能ですよこれはやっぱり何不自由ない公務員さんのしかも国家公務員のまあ上級の人のね考え方だなと思います月給が毎月毎月200万ほど支給されて税金の控除を受けてもね1二三2 0万円が手元に残るみたいなその他に手当がいろいろとついてそれでも生活苦しいよねって言ってる人の理論ですよねえ やっぱ民間企業ではその10分の1ぐらいでやってますからね。つまり、手取りが12万、13万。まあ、そんな50代、60代がワンサといるわけですよ。とてもじゃないけどもね、将来のために準備するってことができなくって、将来のために貯金しようと思ったら、今使うお金がないよって話になってね、まさに本末転倒なわけですよ。いやー困ったもんですね。年金の運用額っていうのはしっかり出てるわけですし、それからね、日本っていうのは、 対外準備資産が四百数十兆円あって、しかも日本の余剰資金は一軒円に迫るぐらいの大金持ち国家なわけですよ。でも国としては金持ちなのに国民が貧しい。これは一体どういうことなのかなと。結局国民から取り上げて国という仮想的なね人物が金持ちになっちゃったというね、そんな形です。まあそんなね国という仮想的な人物が金持ちになったわけですからこれは 結局、ないのと一緒というね、そんな感じじゃないかなと思います。ぜひね、国民に還元してほしいなと思うばかりでございますけどもね、今回は以上でございます。